I be pulling up, showing out, yeah. I'm the best at it, I'm the best at it. Always catch me up, I ain't never down, no. I'm the best at it, I'm the best at it. Never got a problem, I'm the one that solve them. Always feeling awesome, yeah. I'm the best at it, I'm the best at it. Cause I'm the best at it, I never stress at it. You looking at a young success addict. I create magic, made it out the madness. A couple of them hate it, yeah, they be the maddest. Now we taking trips, vacaying, disappearing. People know they negative, but we don't even hear them. Not a care in the world, I be living fearless. Doing what I want because you know I handle business. Only see them wins, yeah, I keep them coming in. That's just what I do, yeah, that's just who I am. I got it in my blood, cause I'm a different breed. Unique pedigree, it's all in me. And everything I do, you know I gotta keep it G. That's why I'm the B to the EST. So baby, you should roll with me. ママで死にながらなんとかテント以外終わりましたよ。死ぬなこれ。これ死ぬな。夏キャンプやばいぞ今年。今年やばいぞ。夏キャンプ卒業します。卒業やこれ。卒業だ。もうずっと汗、何もしてないのにずっと汗かく。とりあえず。夕方なってからやろ、テントは。もう無理や。そうしよう。なんならもう、寝るな。マジやばいな。これでちょっと癒されよう。あ、ウスノリングバー、うん、いいっすね。やりましょう。やろう。あ、全部蓋れてる。これじゃ大丈夫。それで、あーって言った。おもろいな、これ、うん、おうちドリンクバー、炭酸水で割るだけ。味はメロンソーダ。いや、違う違う、それはわかるよ。だいたいメロンソーダやろ、それ。ほんまにあの、ドリンクバーのメロンソーダや。ビッグボーイ思い出すわ。でもうまい。うまい。
この色合いもめっちゃ可愛いよ。色合い可愛い。バニラアイスのしたらいいよな。もうそれめっちゃクリームメロンソーダや。ああ。ちょっとアイス買いに行こう。さくらんぼとな。アイス買いに行こう。さくらんぼと。ルアーつけてもいいけど何をすることなく50を迎えましたキャンプでございます。何もせえへんのもキャンプやで。やっぱこれ聞いてんねん。もう暑すぎて無理やもんな。とりあえず釣り行こう。あの海眺めてな。あの船大きい言うて船大きい言うてたらもう5時になってもうたわ。だからあの晩ご飯の魚釣りに行こう。釣りに行こう、うん、それ釣るな。晩ご飯今日なしやから。そうや行こう。うん、いる。行きましょう。行こう行こう。それ以外それ以外 With you I can be sad. With you Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clearI wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you.So cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. ヨドガワ、うん、今これ音聞こえてんな、なんか見えへんわ。あー、今日花火。ふーちゃん、これ食べる？たたき食べる？うまっ。見える？見えてる？まだ見えてる？え？見えへんの？音だけやな。なんかカマキリ飼ってんの？それちょっと待って、取らして。1匹だけでかしといていい？1匹だけでかしといていい？唯一の友達や。あ、飛んでた。おい、どこ行く俺の友達。え、鳥のたたき、うまうまい。酒が進むやつやん。うまシャワー上がりのママさん。え、いや、すっぴんやけど、ほぼ汗かきすぎて。まだシャワー入ってん。ふーちゃん、シャワー入るだけ。シャワー行くわ、ちょっと腹立とう。うん、これがやばい。一滴焼き鳥焼いとくから。オッケー。カマキリが顔洗ってる。すごい、マジで店やん。はい、皿に入ってる方ちゃうんかい。これ、いただきます。お疲れ。お疲れ様です。ちょっと、体力不安を感じたんやけど。それな、でも
最高。なんかデカめの虫が。いただきます。今の危ない。うまい。うまいだろう、うん、うまいだろう、うまいだろう、うん、いやちょっと待って、ほんまにキモい。これがキャンプや。うい、ちょ、ほんまにキモ。助けて、無理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 。あ、もう飛んでたね、大丈夫。大丈夫、入って。止まられた？止まられた何回か。何回か。何回か落ちてるな。うん。うまい。うまい？ちょっと夏キャンプいいですね、流れが。きついな。ちょっともう。いい時じゃない、どっちになってきた？私はもうちょっと。夏キャンプからの卒業しようかな。だって見てくださいよ、ゴールゼロなんか一個しか出してないし、もうシールつけてないっていう。シールつけることすらももうしんどいと思います。晴れの勝利や。おいやな、お湯を痛感してます、ね、ちょっと。今日はちょっと日焼けもしたはずやから、ビタミン C のおかずした。780円。いや、750円。嘘。高いな。言うても120円ぐらい。はい、じゃあ最後のね、お、いっぱい飲んで寝ましょう。乾杯。カプレーゼで。そうっすね。あ、まあ、うまいわ。どうしようかんなら、こうやって飯食ってるからね。どうしようかな。って昔は遊んでるだけ一番楽しかったよ。ジジイみたいなババアって言われる。ひどいな。声の甲高いジジイ。まあいいや、楽しく飲もう。最後の一杯。さしましょう。はい。カブさんが作ったカブレーゼは甘がさきいちやカブレーゼ。美味しいです。喜んでもらおうので、一生懸命包んだ。あ、いいな。ママさん、動かないで。ブローチ。かわいいブローチ。あの、カメムシが急に増え出した。カメムシ。カメムシめっちゃ飛んでる。生きてるな、みんな。俺はここにいるぞ。飛び交ってるわ、なんかいろんな虫。飛び交って、急に飛び交い出した。ちょ、もう、あかんわ。あ、さっちか。さっさと食べて寝よう。そうしましょう。おやすみ。やばいな。ほんまにやめて。祭り始まったぞ。おはようございます。髪の毛も。髪の毛。ボサボサちゃうな。うん、ピシッとしたよ、ちゃんと。ボサボサやったけど。6時台っすや。うん。めっちゃ暑ない。暑い。暑くて起きたもん。俺も暑くて起きた。ほんまに暑い。なにーってなったね。寝られへんかった。暑くて、いやちょっと夏すぎて、ほとんど動画にできてません。無理かもしれん。無理やな。夏キャンプも無理かもしれん。夜まで暑かったらもう無理や。無理やな。あ、ええやん。
ついにね、コーヒーセット完成したでしょ。パパさんの理想の、はい、甘だなとビーストコーヒー、なんかそんなんやね。すごいな、でも真っ黒やで。この黒黒セットでな、ほんまに普通に買ったらベラボーに高いな。ほんまやな。どんな美味しいコーヒーができるか楽しみやわ。楽しみや。それが噂の、そう、時短アイテム。どうやろな、これなんせ100均やからな。でも一気に2杯入れれる優れもんなの。そう、こことここにあの楽しみやな。ノで売ってた。これドリップしてもう直接コップに2杯分できるって。ワルブンドニーっていう名前で。どんな名前やったかな。作業時間を、ああ、2分の1にしますよって。2分の1っていうアイテムやったね。これ2分の1ドリッパーやったね。あれ捨ててもうたか分かる。側の段ボール捨ててもうたから。ドリッパーコーナーにあるな。3分の1じゃなくて2分の1やな。そう、飲んでみよう。飲もう。朝コーヒーね、いただきましたよ。味どんなもんかな。あと氷入れる。泡10滴や。普通にコーヒーですよ。の美味しいの。あーすごいわ、作業時間半分で。うわ、味は半分にならないっていう優れもんやった。氷もちょっとしかない。ああ、氷と、あと氷とかして。はるかでも揚げて氷、死んでまう。じゃあもう食べる？もう食べ、食べる食べる。コップ貸して。はい。誰かコップ。ない、はい。そこに入ってる。1個でいい。1個でいいか。2人でいいやろ。はい。はい。10時チェックアウトやで。10時じゃん。知ってねえ。知ってねえで。騙されんかったで。はい。あとはテントとタープだけやから。片付けおはよう。暑い。無理。あれじゃ。決めてくださいよ、まだ。あ、もう。エンディングですわ、もう。あ、もういい？夏のキャンプはもう、卒業です。行くとしても、長野の標高高い林家だけにしよう。これから、来年からは。ということで、今回は、豊国に行く。ん？豊国さっき、オートキャンプ場。そうね、障害になるんでしょうかっていうぐらい取られへんかったけど。そうやな。まあ、あの、なんていうの、
めっちゃいいキャンプ場やねんけど、夏来たらちょっと日陰が少ないからきついかもしれない。でもあの海近いし、夏感はめちゃめちゃ味わえます。暑さに強い人集まれってことで。そうそうそう、夏大好き、海大好きな人に持って帰る、持ってこいの、持ってこいのキャンプ場なので、ぜひ来てみてください。まあ、オクラ入りになるかもしれんね。あ、そう。はい、今回の動画はこれで終わりましょうか。終わりましょう、もう無理です。はい、ではチャンネルママでした。またお暇です。バイバーイ。よいしょ。